これが太古の霊木ね。こいつに俺たちが祈りを捧げれば聖なる雫が手に入るんだったな。ええ、そうよ。さあ二人とも霊木の前へ。待って。そもそも俺の完璧な作戦を邪魔することなんてどんな奴にもできやしないけどな。そうね、作戦とかよくわからないけど邪魔する奴は片っ端からやっつけてやるわ。あなたたち本当に頼もしくなったわね。じゃあみんなでさっさと片付けちゃいましょう。クリフトにお任せを。あんなところにまた悪趣味な装置が。ふるさとに設置されるなんて屈辱よ。あの装置も霊木を狙ってるみたい。魔物と装置をいっぺんに相手しなきゃ。毛の数の武器を同時に扱えるとは器用なやつでガス。何か打つ手は。みんなで連携して戦えばいい。腕の数で負けはしないさ。確かにな。それに武器の腕でも負けてないぜ。金ピカの部分、もしかすると金だったりして。ぼーっとしてると痛い目に遭うぜ。こいつは他の魔物とは訳が違うぞ。確かにあの独特な姿といい動きといい
一筋縄ではいかなそうな相手ですね。わかった。わかりました。スクート。敵ながら惚れ惚れする動きね。開発中の発明品31号の参考になりそう。できるなら捕まえて解体したいわ。ああ、中はどうなっているのかしら。もうジュリエッタってば。今はこいつを倒すことに集中しよう。要は勝てばいいのよ。勝てばね。久しぶりに戻ってきたと思ったら、外の者たちまで連れてくるなんてね。里を救ってくれたことはありがたく思うわよ。でもね、掟を破った罰は受けてもらわなくちゃ。さてと、すごく痛いのと、とっても恥ずかしいの、どっちがいいかね。え、もしかして無事では済まないかもしれないってこのこと？そうなの。ごめんね。俺は恥ずかしいより痛い方がいい。え、何？待ってよ。え？私は痛いのはちょっと。ありがとう、二人とも。でも、あなたたちに罰は受けさせないわ。おばあ様、私たち調停者の使命は世界中を守り、光と闇のバランスを保つことのはず。今世界中は闇の力に侵され、本来の機能を失っているの。このままではいずれ枯れてしまうわ。私は調停者として世界中を助けたいの。そのためなら手段は選ばない。掟だっていくつでも破るつもりよ。おばあさま、いや、おさ、そこをどいて。この子たち、光の一族の力がどうしても必要なの。言いたいことはそれでおしまいかい？お前は本当に困った孫だよ。引き分けのない子には死ぬより辛い罰を与えなければ。なんちゃってさすが私の孫だわね。
お前の言う通りだよ。私たちには掟を守ることなんかより大切な使命がある。里の外に出ていい仲間と出会ってしっかり成長したんだね。ジュリエッタ、私はお前を誇りに思うわよ。さすが私のおばあ様だわ。ありがとう。さあ祈りを捧げなさい。霊木はきっとあなた方の声に応えてくれますよ。